韓国海軍では2024年8月時点で3隻のセジュンデ1級イージスミサイル駆逐艦計画名 KDX3 を運用しているよ。このセジュン大王級ミサイル駆逐艦はアメリカ海軍のアーレイバーク級フライト 2A をタイプシップとしているが、韓国の国産 VLS を追加搭載するために大幅な設計変更がなされていて、アーレイバーク級フライト 2A と比べると全長で 9.7 メートル、幅で 1.1 メートル大きく、基準排水量においても約1000トン増えたことによって日本の海上自衛隊が運用しているマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさとなったな。今回は韓国海軍の弾道ミサイル搭載可能な重武装新型イージス艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍ではこれまでに建造され収益しているセジュンデ1級ミサイル駆逐艦の1番艦セジュンデ1、2番艦ユルゴクイ、3番艦ソエユソン4の3隻をバッチ1に分類し、現在偽装工事中の4番艦チョンジュデ1から6番艦までを、より性能を向上させた KDX3 バッチ2として区別しているよ。すでに運用中の KDX3 のバッチ1は、基準排水量7600トン満載排水量10290トン全長165メートル、全幅 21.4 メートルで、2012年9月までに3隻が収益して配備されていたね。機関はゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジン4機が搭載された。COGAGC オンバインドガスタービン&ガスタービン方式で、最高速力30ノット以上が確保され、乗員は300人以上とされ、2機のヘリコプタースーパーリンクスを搭載しているみたい。兵装は62口径5インチ単装砲が1門、オランダ製のゴールキーパー30無近接防御システムクローズインウェポンシステムシウエス1機に、垂直発射システムバーティカルローンチシステム VLS マーク、41-48-32×2機には、艦隊地ミサイルスタンダードミサイル SM2 が搭載されているほか、韓国が独自に開発した国産 VLS-48 セルが1機搭載されていて、艦隊地巡航ミサイルサーフェスシップローンチとクルーズミサイル SLCM 天竜と対戦ミサイルベニサメが搭載されているな。その他にもマーク4921連装近 SAM 発射機1機改正 SSM4 連装発射筒4機 324mm 3連装単魚雷発射艦2機が搭載されているなど、重武装のイージス艦で、これらの兵装を統括するイージス戦闘システムには、アーレイバーク級イージス駆逐艦やアタゴ型イージス護衛艦に搭載されているベースライン 7.1 の発展型が搭載されているぜ。韓国海軍としては、近年北朝鮮が開発を進める核兵器や弾道ミサイルの発射実験を警戒しつつ、海上戦力の強化が著しい中国への対抗や、竹島の領有権問題で係争している日本と対峙する可能性を考えると、イージス艦が3隻しかない体制では配備状況から見て整備や訓練のローテーションに支障をきたすと考えられ、さらに高性能イージス艦3隻を増やすことで、弾道ミサイルの探知追跡迎撃に対応させつつ同時に、北方限界線を越えて侵入してくる北朝鮮海軍の潜水艦も探知することが可能になるとして、有事には敵の水上艦艇や地上目標に対して遠距離攻撃を実施することが可能な新たなイージス艦を必要としていたんだ。そこで2013年12月に海軍当局が、新たにイージス艦3隻を導入して6隻体制とする計画を発表し、その3隻を KDX3 バッチ2として1番艦から3番艦までを現代重工用に発注し、1番艦チョンジュデ1が2022年7月28日に進水命名されて偽装工事が進められていたってわけだ。バッチには韓国メディアが伝えているところによると、基準排水量8200トン満載排水量10455トンで、艦体は全長170メートル全幅21メートルとなって海上自衛隊のマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさとなり、乗員は約300人とバッチ1と同じとされ、建造費は1兆3000億ウォン約1325億円なんだって。また、搭載ヘリコプターについては韓国海軍が2024年から導入する予定の MH60RC ホークの搭載が可能になり、
バッチ1と比べて対潜水艦作戦能力も強化されるとしているな。機関はバッチ1と同じゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジン4機が搭載された。COGAGC オンバインドガスタービン&ガスタービン方式であるが、ハイブリッドの電気推進システム2機が加えられ、それによって燃費の節約が可能となり航続距離を大きく伸ばせるとされているぜ。また、シュウイスはこれまでオランダ製のゴールキーパーが搭載されていたものが、バッチ2ではアーレイバーク級や海上自衛隊護衛艦にも搭載されている 20mm シュウイスファランクスが2機搭載されることになったね。さらに報道によると VLS は88セルとされ、バッチ1の128セルから減少しているために一見戦力ダウンしたように思えるのであるが、これまで運用されていたマーク41の他に韓国が独自に開発した2種の VLS が搭載され、マーク41にはこれまで通りのスタンダードミサイル SM2 や弾道ミサイルの迎撃が可能な SM6 が搭載されると見られているよ。また、韓国製 VLS にはやはりこれまでバッチ1に搭載されていた対戦ミサイル赤サメやコン SAM である海弓の他に、新たに開発された艦隊地巡航ミサイル改正2が搭載されると見られ、VLS のセル数は減るものの、搭載されるミサイルの性能向上によって攻撃力と防空能力は大きく増強されるらしい。新たに搭載される韓国製の VLS-KVLS2 には、現在開発が進められている艦隊地弾道ミサイルやこれもまた開発中の長射程艦対空ミサイルのほか、超音速対艦ミサイルなどの搭載を想定していると見られ、1セルあたりのスペースが広く取られており、そのためにバッチ2ではバッチ1より大型になったものの VLS セルの総数が少なくなったのではないかと見られているな。これら兵装を統括するイージス武器システムにはバッチ1に搭載されたベースライン 7.1 の発展型ではなく、弾道ミサイル防衛 BMD 機能を持つベースライン9が搭載され、弾道ミサイルへの盾イージスとしての働きが期待されているぜ。韓国防衛事業庁ではデジョンデワンについて、最新のイージス戦闘システムを搭載しているため、弾道ミサイルに対する探知、追跡だけでなく、迎撃能力までをも保有しており、洋上を起動する三軸体系の中核戦力として活躍すると述べたよ。この三軸体系とは、北朝鮮の弾道ミサイル発射の兆候があった際、それに対する先制攻撃、韓国型のミサイル防衛系 AMD、そして北朝鮮の中枢に対する大量反撃報復系 MPR の3つを指しており、現在のユン・ソン・ヨル政権下においてはこの三軸体系の実現に向けた防衛予算措置が実施され、その上で効率的な指揮統制が行えるように戦略司令部と呼ばれる三軍統合司令部を創設することが決定されたんだ。このようにチョンジュデワンをはじめとする三隻の KDX-3 バッチ2には北朝鮮が発射する弾道ミサイル迎撃のための BMD 機能のみならず、敵地攻撃のための攻撃用弾道ミサイルの搭載が想定されており、韓国が艦上発射型の対地攻撃用弾道ミサの開発に成功すれば、地上目標に対する攻撃能力が大幅に強化されることとなるね。韓国がセジョンデワン級ミサイル駆逐艦に過剰とも言える重武装を施した理由は、ひとえに韓国海軍が置かれている状況に全方位対応しようとしたからと見られているな。韓国は現在、北朝鮮とは休戦中で戦争状態にあり北緯38度線を挟んで対峙しているが、朝鮮戦争は地上戦が主となるため、韓国軍は陸軍と空軍に比重を置いた予算編成をとっているぜ。そのため海軍は限られた予算の中で艦艇数を増やすことが難しく、5艦あたりの装備を重装備せざるを得ないと言われているらしい。また、北朝鮮海軍の主力は潜水艦であることから、潜水艦から発射される核弾頭搭載可能な弾道ミサイルを警戒する必要があるために、海軍艦艇には防空能力だけでなく同時に対潜戦闘能力も備えなくてはならないという事情もあるとのことだ。さらに韓国は戦術したように竹島問題で日本と対峙することも想定している上に、近年海上戦力強化が著しく強引な海洋進出を行う中国にも警戒しなければならず、こうした状況から、韓国のイージス艦は重武装にならざるを得ないと見られているんだって。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。